今回ご紹介するのは、女優だけでなくファッションモデルやグラビアモデルとしても活躍する馬場ふみかさんです。馬場さんは1995年6月21日生まれ、新潟県新潟市出身。身長167センチ、血液型は AB 型でネイムマネジメントに所属しています。子供の頃からキッズ劇団アプリコットに所属し、15歳まで歌やダンスのレッスンに励んでいた馬場さん。中学2年生の時に新潟で路上スカウトされ、地元フリーペーパー新潟美少女図鑑のモデルとして芸能活動をスタートさせました。新潟美少女図鑑での活動を通して女優になりたいと強く思うようになった彼女は、高校卒業間近の2014年に映画パズルで女優デビューを果たします。さらに同年放送の仮面ライダードライブでは悪役メディックを演じ、テレビドラマ初出演も飾りました。その後2015年に週刊プレイボーイでグラビアデビューすると、ファッション雑誌ノンノの専属モデルにも選ばれ、モデル活動を開始。2016年からはグラビアモデルとして数々の男性向け雑誌で表紙を飾ります。馬場さんの豊満なバストや引き締まった美しいくびれは神の造形と評され、モデルとグラビアを両方こなすモグラ女子の代表格的存在に上り詰めました。女性も憧れる抜群なスタイルの馬場さんですが、大きな胸はずっとコンプレックスだったとのこと。しかしグラビアで水着になるのをきっかけに、胸が武器として活かせると考えられるようになったそうです。女優としてはコードブルー、ドクターヘリ緊急救命、ねえ先生知らないの、深夜のダメ恋図鑑など様々な映画やドラマに出演。2022年には映画恋は光で第44回横浜映画祭最優秀新人賞を受賞しています。最近ではドラマ夫を社会的に抹殺する5つの方法で主演を務め、モラハラ夫の社会的抹殺を計画する妻役を演じ話題を呼びました。そんな馬場さんはこれまで4冊の写真集をリリースしています。中でも2021年に発売したふみかの真ん中は、オリコン週刊ブックランキングジャンル別写真集で1位を獲得した人気作です。7つの章に分けてピックアップしたボリュームたっぷりな一冊で、彼女が生まれ育った新潟を舞台に撮影されています。本人自ら25歳の馬場ふみかとしては100点ですと語る出来栄えに仕上がっていて、ジムに通い体を絞って臨んだランジェリーカットは特に必見です。2023年11月には主演映画コーポがコーポの公開も決定している馬場ふみかさん、これからも彼女の活躍を応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。